やっほー、沙織です。乾杯、イエイ。ドラクエ10やってきます。はい、メルサンディ村でございます。これ見て、教会なんですけど、なんやろこれ、木にさ掘ったみたいな感じでさ、ドアがついてるんですよね。すごいよね、中も木です。これ木の中です。うわ、素敵なね、なんかね、作りになっててね、ちょっと感動してたんですけども。はい、では村長のお母様をお迎えに上がるっていうところからなんですが、ちょっと村聞き込みしましたら、ニシュアちゃんはなんかもともとこの村の人じゃないみたいで、門のところである日倒れてたところを発見されたとかって言ってました。まあでもね、よそ者とはいえすごい人気でございましたよ。まあまあまあ、わかるよね。もう優しくて可愛くてええ子そうやもんね。さて、じゃあ行きますか。サパルさんもピンク文字になってますが、あれから消えたデニーを探してたんだが、まだ見つかっちゃいね。やっぱり化け物に襲われたんじゃ。ん？村長に使う頼まれた？ああ、メルン水車橋なら村を出て北西ですね。了解いたしました。あー、デニーさん見つかってないんですか。そしてミッシュアちゃんたちもどこ行ったんやろうね。ちょっと心配ですけれども、まあまあ、とりあえずお使い頼まれたんで行きますか。お、なんやろう、ちょっとムービーシーンに切り替わりました。村を出たところ、あ、いたいた、ミシアちゃんやな、これ。ラスカ、見つけた。ここにいるんじゃないかと思ったの。ねえ、ラスカ。なんだよ、ミシア姉ちゃんには関係ねえだろ。たとえ、すべての麦が倒れ、水が干上がり、涙が枯れても、お前の声が枯れない限り、救いは必ず訪れる。俺は必ず駆けつける。姉ちゃん、いつの間に覚えたの？ザンクローネ様の決め台詞。ナスカからたくさんお話聞いたから覚えちゃったわ。でも父ちゃんはあいつは死んだんだって、もう助けに来ないって言うんだ。英雄は死なないわ。信じて待っていてくれる人が一人でもいる限り、村に来る前に誰かからそう聞いた気がするの。本当？ええ、でもね、ガッシュのおじさまは村に住むみんなを守らなきゃいけない。だからとても慎重になってるの。お父さんの気持ちもラスカは分かってあげられるよね。うん、いい子ね。あなたが希望を持ち続ける限り、ザンクローネ様はきっと大丈夫。さあ帰りましょう。 100% の励まし方、はあ、すごい。ミシアちゃんすごいね。いや、はい、ラスカくんも元気になってよかったね。あんな風に励まされたら、そらね、そうやな、信じてみようってなりますよね。ミシアちゃんめっちゃええ子やな。はい、こっから北西に向かってまいります。水車橋か。こっちにあるのは風車やけど、水車もあるんですね。それを管理してるのが村長のお母様ということで、確かにね、結構村から離れてるから心配ですよね。さあ行きましょう。あ、こっからなんか川沿いの道を登っていくっていう感じですよ。すごいすごい。はあ。あ、でも綺麗にこうやって橋が敷いてありますね。あ、こっからは橋がなくなりました。さてさて、ドキドキしてきましたよ。近づいてまいりましたね。お、なんか洞窟が明るいですよ。あ、
ランプがここにもあるなあ。おお。そしてなんかホタル的なものがふよふよと浮いていて、すごく綺麗ですね。幻想的ですね。結構登ってきました。川の流れも速くなってきましたね。よし、川を登り切ったっぽい。ここですね。ここがメルン水車橋。さあ、ルーラストーン登録しとくか。なんとなく。しゃ、行きましょう。はい、メルン水車橋、こちらです。おお、なんか可愛らしい小屋が建ってますね。水車小屋って書いてますけど、マップには。さてさて、お母様いらっしゃるでしょうか。すごい花壇があります。綺麗ですね。お花が咲いてて、こっちにはキャベツ的なものが、すごい、育てていらっしゃるのでしょうか、これも、お母様が。さあ、ここに入ってみましょう。あ、いらっしゃいましたね。はあ、金銀プラチナ、ザクラホイ、人生金色、よよいのよい。何言ってんの。ちょいこら、そこの若造、ノックもなしにうちの敷居をまたぐた、いい度胸してるね。すいません、失礼しました。私はこの水車の管理人コペだよ。粉が引きたきゃ使用料払いな。金がなけりゃ水車は回せんわな。すごい気強いおばあさんですよ。あん、化け物が出て危険だから私を迎えに来た。ふん、抜かすんじゃないよ、若ひょっとこ。ひょっとこ。私はここが気に入ってんのさ。そう、やすやすと村に帰れるかい。化け物だかシナモンだか知らないけど、そんなのにやられるほど私はヤワじゃないよ。まったく、あのトンカチ息子はろくに顔も見せずにこんな若いのをよこすなんてね。しかし、せっかく息のいいのが来たんだから、お手伝いでもしてもらおうかね。最近水車の周りが悪くてさ、多分歯車に何か挟まってんだわな。水車の小屋の鍵は開けてあるから、ちょっくら直してきておくれよ。さあ、とっとと行きな。タイムイズゴールドだよ。時は金なりね。はいはい、行きましょうか。私に直せるんでしょうかね。そんな専門的な知識とかも何もありませんけども。とりあえず、あ、水車小屋に行ってこいと。はい、わかりました。はい、すごくのどかでいいところですね。あのおばあさんが気に入ってるのもよくわかりますね。さて、こちら、これが水車小屋ね。ここに入ればいいんですかね。ん？なんかおんねんけど。いやん、バーティー、そっち押し込んで。任せて、ジャーミー、あと一息よ。なあ、こいつら。何してんの、そんなこと。何これ、しびれクラゲがいじめられてる、これ。キューキュー。うん、しびれクラゲを水車の歯車に挟む仕事は骨が折れるわね。仕事なの。でも楽しいわ、生きがいを感じるわ。あの方にたっぷり褒めてもらわなきゃね。あの方、あらら、誰かに見られちゃった。ちょっとめっちゃかわいそうやねんけど、しびれクラゲが。あー、おややん、まずいわ。まだ見つかっちゃダメって言われてたのに。今日のところは逃げるがカチカチパンよ。よう分からん言葉を話してったな。大丈夫？キューキュー。お辞儀して去ってった。めっちゃかわいいやん。これで動きましたね。何してたんやろう。水車は勢いよく回り始めた。よかった。いや、でも仕事や言うてたよね。遊んでるわけではなさそうやったから、誰かに頼まれてああいうことをしてたんでしょうね。あの方とかって言ってたし。まあ、これで OK、 解決でしょう。はい、宝箱とかも開けてこう。はい。あ、これも調べられるわ。歯車はよどみなく回っている。オッケー。ん？小さなメダル的なものを見てはるわ。あ、違うか、金貨か。お金、うん、お金、タイムイズゴールドとかって言ってたし、お金が大好きなんですね。うう、孫のラスカは元気かね。って、
なんであんたはノックもせずに入ってくるんだい。まったく最近の若いもんは。ふん、どうやら水車は直せたようだね。ちっとは役に立つじゃないか。突っ立ってないでこっちへおいで。さてさて、次は何をやってもらおうかね。家中の蜘蛛の巣取りか、煙突掃除、いやいや、花壇の草むしりもあるわいな。すごいパシられそうなってますけど。ほうきで床を掃いて、雑巾がけ、窓拭き、タンスの片付け、芝を刈って、小川のゴミ拾い。誰か来た。ん？こんにちは、コペおばあさま。おや、また遊びに来たのかい、家で娘。ミシアちゃん来た。はい、おばあさまに会いたくなっちゃって。めっちゃ可愛いやん。沙織さん、お疲れ様。ここにいらっしゃると聞いたので、私もお力になりに来ました。ねえ、コペおばあさま。近頃出没する化け物は本当に恐ろしくて、ガッシュのおじさまも心を痛めておられるの。私もおばあさまが心配よ。どうか一緒に村へ帰りましょう。なんだい、つまらないね。あんたもトンカチ息子の回しもんってことかい。ふん、だいたい心配ならガッシュが自分で迎えに来りゃいいじゃないのさ。いつもいつも村のことばかりでちっとも構ってくれないしさ、あんな親不孝者に育てた覚えはないね。このおばあちゃん寂しいだけやな、きっと。会いたいんやな、息子と孫にな。あらあら、でもね、おばあさま、ラスカはとっても会いたがってましたよ。は？孫を持ち出してきたよ。これは弱いんちゃいます？本当かい。ええ、おばあさまにダンクローネ様が大活躍した昔話をいっぱい教えてもらうんだって。そうかい、ラスカがそんなことを。ふん、あたしには関係ないけどね。お？ん？何してんの？身支度？おお、そういえばほったらかしだったへそくりを取りに行こうと思ってたんだ。しいい方ないね。ちょこっと帰るかね。ちょっと一芝居打ったな。かわいいな、おばあちゃん。そうだ、あたしが荷物をまとめてる間にあんたたちもう一仕事を頼まれておくれ。水車にまた何か挟まると困るから小川の掃除をしてほしかったのさ。しばらく水車小屋を開けるんだからしっかり頼んだよ。はい、おばあさま。沙織さん、一緒に頑張りましょうね。頑張る頑張る。ありがとう、沙織さん。必要な掃除道具は水車小屋の裏の桟橋にありますから、そこに来てくださいね。ミシアちゃんと一緒にお掃除できるならがぜんやる気が湧いてきましたね。わあ、このてっぺんの滝にもさ、虹がかかってて美しいです。ええとこやな、ここ。ほいで、ミシアちゃんはこっちにいんのかな。掃除道具ある？さあ、沙織さん、張り切ってお掃除しましょう。沙織とミシアはしばらくの間熱心に小川を掃除した。熱心に。綺麗になった？絵になるな。そこにおるだけで絵になるな、ミシアちゃん。うん、とっても綺麗になったわね。小川のお掃除お疲れ様でした。沙織さんはずっと遠い場所から来たんですってね。メルサンディ村はいいところでしょう。ねえ、ほんまにああいうボロボロの家とかがなかった時はもっと美しかったやろうなとかって思いました。そう、よかった。自分のことみたいに嬉しいわ。私もあの村の人間ではないの。行き倒れていたところを拾われて村長さんの家にお世話になっているのよ。私にはそれ以前の記憶がないの。目が覚めた時には何も覚えていなかった。何をしてきたか、何をしたらいいのか、一つもわからなかった。でも、あの村の人たちはこんな私を受け入れてくれたわ。
ここで生きていけばいいと言ってくれた。ラスカとガッシュのおじさまもすごくよくしてくれて。お前は俺たちの家族だって。村長さんの家に代々受け継がれてきたこの髪飾りをくださったの。あ、蝶々や。よく見たら蝶々でした。蝶を集めろっていうのに関係あんのかな。私は荒れ果ててしまったメルサンディ村しか知らないけれど、温かい村の人たちが大好きよ。だから私、あの村で生きていこうって決めたの。キュー、キュー。あ、さっきのクラゲかな。あ、来た来た来た、クラゲ来た。まだこの辺におったんや。え、めっちゃ楽しそうやん。かわいい。あら、かわいい。どうやら沙織さんを呼んでいるみたいね。何何、どうしたの。なんか持ってるね。お、何、石、なんだこれは。おお、キラキラしてんな。あ、グレンの大宝石、めっちゃ綺麗。ありがとう、くれるの。かわいい。手振ったよ。仲間になりたいねんけど。しびれクラゲさん、そして手を振るミシアちゃんもかわいい。プレゼントのつもりなのかしら。きっと川に落ちていたのを拾ったのね。あ、おばあさまも来ましたね。荷物がまとまったよ。そっちの方はどうだい。コペおばあさま、沙織さんのおかげで小川もすごくきれいになったのよ。そうだわ、帰る前に花壇のお花にお水をあげておかなくちゃ。気が利くええ子やな、ほんまに。どうした。めっちゃ素早い動きやった。奪われた橋。何何、たんまげたね。こんなに途方もなく大きくってキラキラした宝石、あたし初めて見たよ。川に落ちてるもんはみんな水車小屋の管理人であるあたしのもんだわね。これはあたしがもらっておくよ。ジャイアンみたいな理論で取られたんやけど。えけど別に。さあ、コペおばあさま、沙織さん、そろそろ村に帰りましょうか。ふん、あたしゃ自分のへそくりを取りに帰るだけだよ。強がっちゃって。ちょっとしびれクラゲには悪いけど、おばあちゃんの手に渡ってしまいました。さて、これで戻りますか、村に。この水車橋がすごく高い位置にあるので、見晴らしが素敵です。これ奥の麦畑も見えるし、風車も見えるし、すごいな、ところやな。さて、村に戻りましょう。もうルーラストーンで帰っちゃっていいかな。はい、戻ってまいりました。そうか、デニーはまだ見つからんか。ああ、みんなに聞いて回ったけど、誰も姿を見てねえそうだべ。俺はもう少し村ん中を探そう。サバル、お前は門の見張りを頼む。お、コペばあさんじゃねえか。ずいぶん久しぶりだべな。ガッシュのおやさんと喧嘩すんなよ。やーかましい。にぎやかでええですね。おくろー、いや、元気にしとっただべか。あー、足引きずって、大丈夫。化け物にやられて干からびとったら、俺はどうしたもんかと。あ、痛い痛い。もう見てるだけで痛かった、今の。うん、このトンカチ息子、心配なら自分で迎えに来んかい。この足じゃちょっと、さっきの山道はね、ちょっとしんどいかな。わ、悪かったべよ。俺も手いっぱいでよ。言い訳なんか聞きたかないよ。それより、あの子は。かわいい。おかえり、ばあちゃん。ラスカ、しばらく見ないうちに大きくなって。俺そんなに背伸びてねえぞ。そんなことより、ザンクローネ様の話、また聞かせてくれな。しようのない子だね。おばあちゃんの顔になったね。優しい顔になって。沙織、お迎えご苦労だったべな。
ささやかだけど礼を用意させてもらっただ。お前さんにはこの村の宿屋のビップルームをお取りしたべよ。ありがとうございます。休むときはその部屋を使ってくれ。宿屋のおかみには伝えてあっから、話しかけりゃ部屋まで案内してくれんべ。ほんなら俺はまだ捜索が残っとるから、お袋たちは家に帰ってゆっくり休みよ。あー、ちょっと足大丈夫ですか？引きずってますけどね。なになに、おばあさんがすごいなんか意地悪そうな顔になりましたけど。あんた沙織って言うんだって？何？うふん、さっきは取り上げて悪かったね。孫の顔見たら気が変わったよ。ほらよ、おだちんだ、これ持っておゆき。違う、それはしびれクラゲちゃんからもらったやつであって。まあええけど、はい、戻ってきました、よかったです。はい、お孫さんの存在って偉大やな、やっぱり。はい、では宿屋に泊まれと言われましたけど、村長の家行ったらなんかみんなに会えんのかな、もう一回。旅芸人さん歌が変わってます。ラララ水車小屋のおばあさん、君のおかげで無事着いた、村長も孫もニッコニコ、ありがとうありがとう。君にお礼をしたいとさ。はい、自慢のお部屋ビップルームって言ってましたからね、ちょっと楽しみにしてます。ほいほい、なんか家の中から楽しそうな声が聞こえるだ。どんな時も笑顔を絶やしちゃいかんね。久々の一家団らんだからよ、あんたもそっとしといてやんな。はい、わかりました。ビップルームちょっと惜しかったね、ビップルームですね。はい、じゃあ私は宿屋におとなしく向かいます。はい、なんかビップルームがあると聞いてきましたが。おや、サワリー、ガッシュさんから話は聞いてるよ。あのへそ曲がりのコッペばあさんを連れて帰ってくるなんてやるね。当宿自慢のビップルームで心ゆくまでまったりしておくれ。泊まりましょう。はいよ、サワリー様、特別客室へご案内。どんなところ？あれ、ビップルームの内装とか見たかったけど見れなかったです。お、ん、何何？真っ暗になっちゃった。え、真っ暗になっちゃった。急に空が。あ、何これ、魔物視点なんですかね。はあ、違うわ。再び晴れました。え、あの化け物がいる間だけ真っ暗になってましたけど、何があっただローティ？ガッシュさん、巨大な手の化け物が誰かを引きずって村の外へ。誰か連れてっちゃった？何？おやっさん、ローティ大丈夫かい？怪我してないかい？え、私は無事よ。それより連れ去られた人が心配だわ。あの化け物は村の西にある木漏れ日の広場の方へ逃げていったわ。お願い、誰かあの人を助けてあげて。誰が連れてかれたんやろか。あら、え、私化け物を見たら一歩も動けなかった。あんなに恐ろしい化け物が現れてもザンクローネ様は来てくださらない。本当に死んでしまったのね。化け物に連れ去られた人が心配だわ。どうか助けてあげて。はい、向かえばいいんですかね。はい、ちょっとまだ旅芸人の方に聞いてみましょうか。歌われるだけやとは思うけど。ラララ、ついに化け物現れた。哀れな村人捕まって、あー、手の化け物にさらわれた。木漏れ日の広場、はい、木漏れ日の広場に行けばいいんですね。村長さんはもう向かったんかな。ほいほい、さっきコペバーさんが血相変えて出てっただよ。孫たちがいないとよ。そういや、お前さん化け物を追ってんだろ。木漏れ日の広場へ急ぎな。うそや、孫たちがいないって。はい、孫たちがいないってことは、
やべえよ、ガッシュのおやすさん、化け物を追いかけていっちまっただ。あんな大怪我を負った体で。化け物は西の木漏れ日の広場へ向かった。沙織、手を貸してくれ。俺もすぐに後を追うべ。まあ、サバルさんはね、この村を守るっていうお仕事をされていらっしゃった方がいいかもしれないですね。わあ、参りましょう。ラスカ君たちが連れてかれたってことなんかな。孫たちがいなくなったって言って、コペおばあさんも飛び出してったって言ってましたし。はい、木漏れ日の広場にやってまいりました。ここもまだ真っ暗になってるわ。あの魔物がいるってことですよね。あ、ラスカ君がいる。大丈夫？連れてかれたのやっぱラスカ君やったんや。あ、村長も足を引きずって。うわぁ、手や。ほんまに手しかない。ミシア姉ちゃん、ミシアちゃんが手につかまれて井戸の中に。姉ちゃん、姉ちゃん、この中に入ってっちゃったんか。さっき引きずり込まれたのはもしかしてミシアなのか。俺のせいだ。俺がザンクローネ様を探すって家を飛び出したら化け物がいて、メシア姉ちゃんが俺をかばってあいつに。なんてこった。あと追ったんだけど、俺何もできなか。もうええ、ここは危険だ。ミシアは俺が助けに行くから、お前はサバルと一緒に帰っとれ。これで分かっただろ、ラスカ。英雄はもういねえんだ。英雄、そうだ、俺ザンクローネ様と約束したんだ。よく覚えとけ、ラスカ。ちょっとの勇気がありゃ誰だって英雄になれんだよ。怪我しちまった親父に代わってお前が家族を守れ、お前自身が英雄になるんだ。そう、約束したんだ、俺が家族を守るって。うわー、ラスカ、落ち着け、おやすさん。そんな足で何ができるべ。ちくしょう。沙織、頼む、手を貸してくれ。今の俺にゃ息子、そして娘を助けられねえ。うちの子らを頼む、助けてくれ。おい、おやすさん、やべえ、すげえ熱だ。大怪我してんのに無茶するからだよ。ガッシュのおやすさんは俺が責任を持って村に連れ帰る。あいつらのこと頼むべ。ああ、大変なことになってしまいました。ミシアちゃんが大きい手の魔物に引きずり込まれてこの井戸の中に、そしてそれを追ったラスカ君も飛び込んでいっちゃいました。まあね、村長の頼みとはいえ、私もすごい気になるのでね、絶対絶対助けたいと思います。次回続きやっていきます。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。